はいどうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあということで今回は今後実装の可能性がある日本人選手まとめ投手編やっていきたいと思います。はいということでですね、前回野手編をですね、公開してますので、まだ見てないよという方はぜひこちらの動画見てみてください。でね、その動画の冒頭でも言いましたが、おそらく多くの人がね期待している要素の一つであろう過去の日本人選手実装ということでですね、このね動画と、その前回の動画と野手編と2本合わせてですね、前編後編みたいな感じでですね、2本立てで、お送りをしております。で今回はその投手編ということでですね、やっていきたいなというふうには思うんですけど、野手よりもピッチャーのね、選手っていうところはめちゃくちゃ人数がいるんで、実装された時に、そこそこ能力が強くなりそうな選手っていうところをね、ちょっとピックアップしてきたので、紹介していこうかなというふうに思います。じゃあ早速、本編入っていきましょう。どうぞ。さあということでまずは1人目、やっぱりこの選手は欠かせません、野茂英雄さんです。はいこちらはですね、まだ某プロ野球スピリッツエースでも出てないんですけれども、いやもしこのゲームが実装してくれたらですね、非常に激アツだなと思ってます。経歴としてはドジャース、メッツ、ブルワーズ、タイガース、レッドソックス、ドジャース、レイズ、ロイヤルズというね、本当にいろんな球団を渡り歩いている選手でございます。こんな渡り歩いたの僕も正直知らなかったですね。ドジャースのイメージはあったけど、それ以外あんまり分かんなかったんで、こんなに渡り歩いてたんだっていうのは今回初めて知りました。で成績的には1995年このドジャースのね、年かなと思っていて、13勝6敗防御率 2.54 で236奪三振というね、とんでもない数字、しかもこれ1年目ですからねを、出してます。正直この野茂さんのですね、野茂さんちょっとこれイントネーションわかんないんだけど、そのね実際この成功がなければこの先の日本人選手たちの MLB 移籍っていうね、ハードルっていうところもどんどん高くなってたと思うし、見られる見え方も多分変わってたと思うんですよね。そういう意味でもやっぱ野茂さんのこの実績っていうのは非常に偉大だよなというふうには思いますね。続いて2人目、イラブさんですね。はいこちらヤンキース、ナショナルズ、レンジャーズの3球団渡り歩いてる選手なんですが、成績的には29試合13勝9敗防御率 4.06 の98年ですね、ヤンキース時代の成績で出るんじゃないかなと思っています。ここも正直ヤンキースのイメージあったんですけど、ナショナルズとレンジャーズ渡り歩いたのは初めて知りましたね。防御率こそ4点台ですけど、やっぱ10勝以上するってなかなか簡単なことじゃないですからね。出てきた時は非常に面白い能力になってそう。続いて、桜花さんですね。はいこちらはですね、レッドソックス、ナショナルズ、ブルワーズ、ブルージェイズ、インディアンス、現ガーディアンズですねの、5球団かな、渡り歩いています。今ベイスターズのコーチっていうところでもね話題ですけれども、桜花さんに関してはね正直すごい珍しいパターンかなと思ってて、日本での成績よりも MLB での成績実績というところの方が高い選手なんですよね。もちろんこれは若い年に、メジャーに行ったっていうのもあるので、もし仮にね日本球界に続けたらどうなっていたのかっていうところは気になるところでもあるんですけど、今回ね、このナショナルズ時代の成績をピックアップさせてもらいました。続いて、ベイスターズつながりとでも言いましょうか、4人目はですね大魔神佐々木さんです。はいこちらはですねマリナーズオンリーのね、在籍になってましたけれども、成績的には69試合45セーブの2001年のもの、をピックアップさせてもらいました。その前年のね新人王を取った年もありかなとも思うんですが、やっぱりここもね、イチローさんだったり城島さんだったり、マリナーズやっぱここ非常に熱いなと思いますね。それこそフォークとかがどういう査定になってるかとか、またちょっとここも気になりますね。続いて、石井和久さんです。はいこちらはですね現楽天の監督もやられてますが、ドジャース、メッツの2球団渡り歩いています。成績的には28試合14勝10敗防御率 4.27 ということで、10勝以上してるんですよね。で球団的にもドジャースということでですね、もし実装されれば欲しいという人もいるんじゃないかなとは思います。続いて、大塚さんですね。はいこちらパドレスからレンジャーズの2球団渡り歩いています。成績的には73試合34ホールド、一番すごいのはこの防御率の 1.75 という数字ですね。ここは本当に素晴らしいなと思います。もし仮にねこのゲームで日本人の選手で純正を組もうとなったとしたら、やっぱ中継ぎの選手たちっていうのは今現状ちょっと手薄になっていると思うので、そこをね補強できるという意味でももし出たら熱いかなと思います。続いて、斉藤隆さんです。こちらのベイスターズ要素が入っている選手でございますけれども、現在はDeNA ベイスターズのね、一軍投手コーチされています。で所属的にはドジャース、レッドソックス、ブレーブス、ブルワーズ、ダイヤモンドバックスと、結構渡り歩いている選手でございますが、こちら63試合で39セーブ防御率 1.40 というね、素晴らしい数字の成績の、時代がもし出たら激アツなんじゃないかなと思っています、こちら在籍はドジャースの年のものですね。なんでドジャース純正今やってる人はね、やっぱ先で見ても日本人を多く使いたいという目線で見てもかなりロマンはありますね。続いて、岡島さんです。はい、こちらはですねレッドソックスアスレチックス、渡り歩いています。厳密に言うとこれねレッドソックスからホークスを挟んでもう一回アスレチックスでこのメジャーに挑戦してでまたホークスに戻ってくるっていう経歴がね、あるんですが、66試合27ホールド5セーブ防御率 2.22 というね、素晴らしい数字がこれレッドソックス時代の成績として残っています。ここもねこの後紹介する選手たちレッドソックスはねいい選手たちがたくさん在籍してたんで、今も吉田正尚選手が在籍してたりもしますけど、夢の共演見れたら熱いんじゃないかなと思います。はい、でその流れで、松坂大輔さんです。こちらもねレッドソックスメッツという2球団、渡り歩いてる選手でございますが、なんといっても成績が2008年の29試合18勝3敗防御率 2.90、こちらかなと思います。ただ実はねフォアボールとかは結構この年出したりもしていて、ここのねこの18勝3敗という成績ながら評価がいろいろ分かれている、ところでもあったりするんですが、でもそうそうねこんな成績出せるわけがないですから、やっぱりこれは偉大だなというふうには思いますね。だしもし出ればレッドソックス純正やってる方にとってはというかもうレッドソックスこのためにやってますっていう人もいるんじゃないかなっていうぐらい、そんな選手かなと思いますね。続いて、黒田さんです。はい、こちらはですねドジャースからヤンキースに渡り歩いた選手でございますが、どちらも可能性はあるかなと思ってて、ドジャース版であれば2011年でヤンキース版であれば2012年のどちらかが出るのではないのかなと思っています。てかなんならどっちでも出る可能性は大いにあるかな。だしこの2球団は結構やってる日本人の方も多いと思うので、どっちが来てくれても嬉しいという方は、結構いそうだなと思います。で同じく、右ピッチャーで上原さんです。はい、こちらもですねいろんな映像とか、記録もね、残っているところでございますが、所属チーム的にはオリオールズレンジャーズレッドソックスカブスというね、4球団渡り歩いています。で成績的にはですね73試合21セーブ、13ホールド防御率 1.09 というね、とんでもない数字を、残されております。で、こちらもレッドソックス時代がね一応こうメジャーの中ではキャリアハイと言えるかなというところなんで、レッドソックス純正やってる方なんかは本当に夢があるなというところでございます。ちょっとねこれまとめてたら僕もレッドソックスやりたくなってきましたね。ぜひレッドソックス時代のワールドシリーズチャンピオンに輝く最後の1イニングのねこう上原さんが指名で、登場する動画がねYouTube とかに多分あると思うので、ぜひよかったらまだ見たことないという方はぜひ見てみてください。めちゃくちゃかっこいいです。で続いて、岩隈さんです。はい、こちらですねマリナーズに、在籍をされた選手でございますが、ここもねやっぱマリナーズもし出ればねより日本人選手でもだいぶ組めますよね。何人目ちょっともう分かんないけど、実際ちょっとねこのマリナーズの先発投手陣っていうのが現環境でどうなってるのか分かんないですけど、でもここもし実装されれば大きな戦力にもなるんじゃないのかなとは思ったりしますね。でラストがですね、ヤンキース田中将大選手です。はい、こちらは今まだなおね、現役というところでございますが、20試合13勝5敗防御率 2.77 のメジャー1年目のね、成績を、今回ピックアップとさせてもらいました。ヤンキースもやっぱね、松井さんもそうですし、このマー君もそうだし黒田さんとかもそうでしたが、本当に素晴らしい選手たくさんいますね。はい、でちょっとまとめきれなかったその他としてですね、同じくそのマリナーズで、活躍をされました長谷川さんとか、今ロッテで監督されている吉井さんとか、あとは結局ね NPB での、活躍というのは見れなかったんですけど、レッドソックスとかでも活躍されました田澤さんとか、あとはブレーブスに在籍された川上憲伸さんとか、また藤川球児さんとか、あとはエンゼルスにもいた高橋久典さんとか、まだまだちょっとピックアップ紹介できてない選手はいるんですが、こういった選手なんかも可能性としてはあるのかなというふうに思います。はい、ということで以上今回ですね今後実装の可能性がある日本人選手まとめ投手編ということでやっていたんですけど、いかがだったでしょうか。野手編に続いてですね、ぜひ皆さんの、欲しい選手であったりとか、こんな選手がこんな能力で出てくるんじゃないかとか、この辺が注目だみたいなのもあればですね、ぜひぜひコメント欄にて書いていっていただけると嬉しいです。でもちょっと野手編と続いて本当にね、勝手ながらまとめさせてもらったんですけど、ちょっと想像しただけでも非常にワクワクが止まらないんで、ぜひ運営さんにはね、少しずつでもいいんで実装してほしいなと、願いを込めて今回の動画を締めたいと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、その他にもこんなピックアップまとめてほしいとか、こんな予想してほしいとかもしあればですね、コメント欄に書いていただければというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。